事件を伝えるフィラデルフィアインクワイアラーシ下に犠牲者の写真が載っているニュージャージーサメ襲撃事件は1916年にアメリカ合衆国ニュージャージー州で発生したサメによる獣害事件。ピーター・ベンチリーがジョーズを執筆した際に題材とした事件と言われている。関連地図1916年7月1日、ニュージャージー州のリゾート地の海岸で 遊泳中の男性がサメに襲われて死亡した。しかし、当時の海洋生物学者の間では、サメが人を襲うものとの認識はなく、人を襲う可能性がある。ホウジロザメは北半球の冷たい海には住めないと考えられていたので、サメではなく、他の生物が原因ではないかと学者は主張した。それから5日後の7月6日、40マイル離れた海岸で、今度は、 ホテルの従業員が泳いでいたところをサメに襲われた。ライフガードがすぐに助け出したが、その従業員は両足を食いちぎられていて、間もなく死亡した。この事件では足を失った彼を多くの人が目撃し、新聞が大々的に報じたことから、海水浴客が訪れなくなり、現地の観光産業は大きな打撃を受けることになった。 二人目の犠牲者が出てから6日後の7月12日、今度は海でなく淡水の川にサメが現れて人を襲った。二回目の襲撃現場から30マイル北にあるラリタン湾に注ぐ、また湾側の川口から16マイル遡った上流の桟橋で近所の少年たちが泳いで遊んでいた。突然、一人の少年が水中に沈み、水面は渦を巻き血で赤く染まっていった。 残りの少年たちは陸に上がり、サメに襲われたと、大人たちを助けを求めた。現場に駆けつけた中から、大人が数人水に入り、少年を捜索したが水が濁って見つからない。一旦上がろうとしたが、捜索に加わった一人、スタンデー・フィッシャーが、最後に、もう一度確認しようと深く潜ると、川底でサメが少年を食わえているのを発見した。フィッシャーは、 勇敢にもサメに殴りかかり、少年を離させることに成功したが、今度は自身がサメに襲われ、足をかまれた。フィッシャーは桟橋から他の大人によって救出されたものの重傷を追い出血がひどく、車では揺れて危険だからと鉄道で5 0トル離れた。病院に運んだものの治療の甲斐なく死亡した。4人目が襲われた直後、 近くで騒ぎを知らず泳いでいた少年にもサメは襲いかかり、一人の足に大怪我をさせている。少年は一時足の切断は免れないと思われたが、奇跡的に回復している。最初に襲われた少年の遺体は後日発見された。二人の死者と一人の重傷者を出した、またワンの住人たちは怒りと復讐心に湧き立ち、サメに懸賞金をかけ、 現実ダイナマイトを川に投げ込むなどしてサメを捜索したが見つかることはなかった。人を襲ったとされるホウジロザメマタワンの襲撃から2日後の7月14日、海上で漁をしていた白星業者の船の網に2.5メートルほどのホウジロザメがかかった。殺して持ち帰り、白星業者がサメの胃を裂くと中から人間の骨と思われるものが出てきた。このことから、 この、ウジロザメが一連の襲撃事件の犯人であるとされ、騒動は収束することになった。このサメが一匹で四人を死亡させ、一人に重傷を負わせたのかどうかは不明だが、捕獲以降、人間が襲われることはなくなった。ただし、また案側で三人を襲ったサメは、淡水域でも生息できるオウメジロザメではないかという意見もあり、実際にオウメジロザメも人を襲うことがある。 ありがとうございます。